じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日もいい天気だ。ねえ、結局二人で風の岬に行くんでしょ？うん、行くの。とにかくあそこは遠いから、あんまり寄り道しないこと、いいかな？夕方までにつけなくて半べそかいてもお父さん知らないからね。うん、わかった。じゃあちゃんと調べについてきてね。とりあえず調べは新しくできた橋のとこまで行ってるから。ねえ、君って都会から来たの？うん、そうだよ。こんな田舎に夏休み中ずっといるの？退屈じゃない？なんで？なんでって、じゃあここの感想は？そう？ここって本当に何にもないと思うけどな。いいなあ、都会一個か。私、大人になったら絶対大都会に住むんだ。ご苦労。ねえ、この辺って山の中って感じでちょっと怖いでしょ。え、なんで？全然平気だよ。そうなの？もうせっかく。じゃあまた先に行ってるよ。次はひまわり畑でね。
ご到着。この辺から海の近くまでずっとずっとビロンチョひまわり畑なんだ。ビロンチョ？すごいでしょ。うちのお兄ちゃん、しらべが幼稚園の時に死んじゃったんだけど、ひまわり大好きだったんだよ。え？どうして？七夕の福引きでひまわり T シャツ当たったの。でもでっかいオルゴールも当たったことあるんだよ。なんだ、じゃあ当たったから好きになったんだ。悪い？なんか文句ある？ありません。でも何？でも僕もひまわり大好きだよ。え、そうなんだ。へへ、やっぱりそうなんだ。そうなんだ。悪い？文句あるの？ありません。じゃあ次は砂浜に集合。あ、途中道が分かれちゃってるけど、右にまっすぐ大国木山方面で砂浜だからね。じゃあね、ぽよよん。なんかいるかな。やった！なんかいるかな。何もいないや。なんかいるかな。何もいないや。なんかいるかな。何もいないや。本当に久しぶりだな。ねえ、あんたって泳げるの？ちび娘は？調べが先に聞いたのよ。ちゃんと答えなさいよ。お前こそ先に言えよ。あんたこそ。もしかして二人とも泳げないの？もう少しで風の岬だわ。張り切って頑張ってレッツゴーよ。到着。あんたは2等で、調べが1等賞。ふぅ、こんなに遠いところだったんだ。昔、よくみんなでここにピクニックに来たの。そうなんだ。うわぁ、お日様カンカン。気持ちよくて、なんだか眠くなってきちゃったなぁ。僕も。
。ああ、居眠りしちゃった。あれ？真似すんの？じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ぼくくん、これ。は、写真できたんだ。おばちゃん、ありがとう。今日の晩ご飯はハンバーグと野菜の煮物、そして川エビの唐揚げ、おばちゃん風でした。今夜は蒸すな。そろそろ扇風機ぐらい出してこようかな。ねえ、最新型の雲、何か見つけた？だってさ、調べ、よだれ垂らして寝てたんだもん。風の岬、どうだった？うん、夕日が海にジュって入っていったんだ。それは面白そうだね。でも僕、岬でお母さんのことを思い出しちゃった。遠くに、麓の鷺の里村が見えた。